さて続いても価格の高騰の話題、野菜についてです。特に価格の上げ幅が大きいのがこちらのキャベツやレタスなどの葉物野菜です。お困りの方も多いと思います。消費者の買い控えが起きる中、新鮮な野菜を購入してもらおうとある取り組みが始まりました。今年3月から4月の雨による日照不足などの影響で価格が高騰している野菜、特に葉物野菜が値上がりしていて、農林水産省によりますと販売価格は去年の同じ時期と比べてキャベツはおよそ2倍、レタスはおよそ 1.4 倍となっています。やはり野菜が高いので、なんかメニューとかも本当にこう限られてくるっていうか、冷凍のをちょっと使わせていただいたりとか、そういうふうな感じで日々ちょっとこうやりくりしているところです。消費者の買い控えが起きる中、イオン九州では今月26日まで野菜果物大放出と題したイベントを開いています。こちらのキャベツ一玉の値段を抑えるとともに、半分に切られた2分の1カット、こちらの陳列数を増やすことで皆さん購入しやすい工夫がされています。熊本市の店舗では普段一玉398円で販売しているキャベツを298円に、半玉を148円と価格を抑えて販売しています。買い物に来た人たちは、普段は一玉買うんですけど、高くなったら半分を買ってちょっと様子を見るというか、はい、してますね。野菜は割と取りたいと思ってますけど、高くなるとやっぱり控えちゃうので、本当に小分けしたりとかしてあると助かります。普段は丸ごと並ぶブロッコリーも小分けで販売されています。お客様がたくさん野菜を取っていただきたいと思いまして、地場の市場の仕入れを活用し、お買い得な野菜を豊富にお届けすることができるようになりました。地元の市場からまとめて仕入れることで買い付け価格を抑え、消費者の野菜離れを食い止めたい。売り手側も工夫を続けています。私も1週間野菜をまとめ買いするんですけれども、やはり値上げは財布にとって痛いんですよね。平井さん、今回のような試みは家計にとっても嬉しいですよね。いや、そうですよね。助かるという方も多いと思います。ただ今後の見通しについてですが、大同製菓によりますと、野菜の価格はゴールデンウィークがピークで少し落ち着きつつあるものの、6月から7月まではもうしばらく高い状態が続きそうだということです。